皆様、こんにちは。冬波と申します。今日も元気に英傑対戦、やっていきます。よろしくお願いします。今回使うのは ER 明智光秀で、決意の銃弾、霊の4枚決意縫いです。青はこれメインでやれそうかな。そしてお相手は新カード、SR エリザベス、健やかなれ。コラボ前半3枚の中では一番よく見る印象です。3枚とも強いんですけどね。行くぞ行くぞ行くぞ。新カードはどれも強いので、積極的にマッチしたいわけじゃないんですが、動画的には助かりますね。新要素はお相手に任せていくスタイル。対戦、よろしくお願いします。最近端攻め多いんですよね。吹聴されてるんじゃないか。冬波ってやつは端攻めすると激しく動揺して自滅するって。吹聴されるほど名が知られているなら、それはそれで嬉しいんですが、そんなことがあるわけないので却下です。あと私は端攻めなんかで動揺しません。自滅もしません。その割には両方がいい指名な位置でサボってるけど。いやこれは両方が勝手にカードに自我を持たせようとするな。あ、こら両方、刺さっちゃダメって言ったでしょ。言うだけで止まったら怖いだろ逆に。ふん、猛将両方は迎撃程度では止まりません。ほらこの通り、両方、お前は本当にガンバリアさんだな。私は両方を無駄なく入れるために、このコスト費を選んでいるのかも。それはさておき見つけて、薬道の攻勢を止めてくれ。必ず生きて帰るように。死んじゃってますよ。ここ悩んだんですよ。光秀の命を捧げて工場を止めるか、ライフで受けて部隊保全を優先するか、どっちの方が良かったんだろうな。わかりません。視聴者の方が考えてくれ。自分で考えなさい。まあ私は部隊より城を優先したくなるたちなので、考えるより早く出してしまうことが多いでしょうね。というわけで開幕終わり、結果はご覧の通りです。毎度のことながら赤字だな。どうせ赤字になるならもうちょっと派手にやられたらいいのに。演技でもないことを言わないで。いいんですよこれで。このなんとも言えないゲージ差もまたリアルです。光秀が復活するまで攻めませんが、両党でちょっかいだけかけましょうか。こうすることで混乱して出場をミスる人がいるんです。お前のことじゃん。光秀、左から来る武器をつけ。いや右から来てますよ。ちょっとやめてくださいそういうの。あ、お相手から見たら左か。どっちでもいいでしょ。全軍回れ右。イヌイさん、それも打っちゃっていいですよ。王国に座れなかったのはいいが、どうせエリザベスもマウント役。工場役を守るいい隊列ですね。お相手は全く混乱してませんでした。逆にお前が混乱してたな。はっは笑ってる場合か。あーもうなんか始まっちゃいました。諦めないで。私たちみんなが、あなたの力になる。翼生えちゃってるじゃん。神々しいですね。でもオイラ負けないよ。蜂の巣になれ、エリザベス。人生たりな。新たな戦を見せてやる。で、お相手の契約は何なの？テレビアニメ、七つの大罪とのコラボカード。エリザベスよ、健やかなか？私は、終わっちゃいましたけど。見たか、これが人生体の力だ。全軍前進、城を殴れー。あ、でも宝徳の突撃は怖いかな。冷静になるな。両党を壁にしていきましょう。年家も早く出したいので薬道は射撃で処理。一気では撃たなくてもよかったかな。というか結局何があったんだ。では改めて、エリザベスの、健やかなれ、は回復陣形。範囲内の味方にリジェネを付与します。ちなみに黒限定。回復するだけならお鍋の陣形が七五で撃てるけど。いや、エリザベスのリジェネはそれとはわけが違います。注目すべきはその回復速度。なんと 0.2 秒ごとに 1.5%。これはワンマンアリーと同じ速さです。なるほど、全員杉本になっちゃうってことな。でも、回復するだけなんだよな。そうなんですよ。杉本みたいに武力は上がりませんし、お鍋みたいにステルスがついたり、特段長時間だったりもしません。なので弱ったところに立つほどのような集中効果を受けると、事故ることもありますよ。と。はい、まあ今のはあくまでレアケース。本当はもっと硬いです。おそらくこの後見せてくれるでしょう。緩和球体。張り切って進軍した割には、随分控えめな工場だったな。宝徳が言ってたのが大きかったですね。槍を出さないといけなかったので、年家が工場できませんでしたし、再起もないので機関も見据えないといけませんでした。こういう時のための連環なんじゃねえの？今思うとそうだったかもしれません。勝負を決められるほどのチャンスだとは思えなくて、度胸が足りんな度胸が。そう言わないで、開幕があれだったので慎重になってたんです。それに、こういう盤面こそ人生体の本領、スーパー狙撃で追い返してやりますよ。契約だったらその時は連関で、この狙撃があれば兵力なんてこれで十分。あ、でもそろそろ人生体も切れるんじゃ。もちろんもう一回撃ちますよ。こうなったらずっと私のターンです。人生体が、新たな戦を見せてやる。ここからなら残り3カウントまで続きますね。これ永続と言っていいでしょう。どうかな、3カウントって案外何かが起こるぞ。なあにそれまでに勝負をつけてしまえばいいだけのこと。お相手は引いていきましたね。おそらく増援を持ってるんだと思いますが、無茶攻めしてこなかったということはフルコン狙いかな。黄金光で指揮回収からの指揮13か。こりゃ結構辛い守りになりそうだ。そんなことはない？言いたいところなんですが、若干の不安は否めませんね。特に引き回り、当然こちらも決意を絡めて迎え撃ちたいわけだが、それまでにお相手のフルコンが完成しちゃうんだよな。おっと、思ったより早めに来ましたね。諦めないで。私たちみんなが、
あなたの力になる。これは引きが溢れたかな。前述の通り、健やかなれはそこまで長いわけじゃないので、狙撃で追い返されるのが結構嫌なはず。特にフルコン要員懸命のアタッカーの長尾を弾けたのが大きいな。ところで連環っていつ使うんですか？いやもうここで使わないならいつ使うんだってくらいの場面なんですが、全然使いませんね。これは本当にみっともない。実のところ連環なんてほとんど使ったことないんです。連環というか人気系戦士か、どうせ見ように真似でとりあえず選んだんだろ。いや一応法徳の契約を破壊してやろうという意図はあったんですが、彼が思ったよりおとなしかったもんで、というわけでここに来てようやく解放。どちらかというトップ効果の引き回収が目的です。これでようやく決意の銃弾が。いやまだ撃てないのか。キヌーさん、光量くらい持っててくださいよ。代わりに狙撃を失うけどいやこれはちょっと、連環のおかげでお相手のメインアタッカーの着地が遅れたので、ちょっとだけ城に入って休みました。もう一発くらいなら大丈夫か。はい、でもこれ以上は MG、日記で、頼んだぞ。我が魂を銃弾に込め、この天下を守り通す。本当は狙撃したいんですが、乱戦で邪魔されそうなので手当たり次第で、いいぜ長尾、かかってこい。俺の戦い方は俺が決める。お相手は陣形のおかげで大変健やかなんですが、陣形さえ切れちゃえば余裕で守りきれると思います。陣小隊と合わせてプラス8されてるからな。複合がなんぼのもんじゃい。射撃はできれば工場部隊にしてほしかったのと、他にも突撃をミスったり犬居さんが落ちちゃったりで、いろいろ部がついてはいるんですが、まあ大丈夫だろ。前田も両方もまだまだ戦えるし。実はエリザベスの工場で結構焦ったんです。なんだ、いやなんでもこれで終わりです。私は諦めない。いいね。では長尾もぶっかけまして、これでもう大丈夫かな。一応宝徳の工場プラス幸で逆転されそうなんだけど、幸は多分入りませんし、宝徳の工場も阻止します。最悪流派メテオもありますよ。というわけで以下倍速。残念支配率はお相手の方が上だった気がするが、やはり中盤のエリザベス撃破が大きすぎたな。はい、一つの事故で決まる試合もあるんですよ。対戦ありがとうございました。あまり触れませんでしたが、健やかなれの回復量すごかったですね。18カウントあたりの長を見るとわかりやすいかな。ご視聴ありがとうございました。